おじさん何吸ってんねん、ほんま。おじさん、タバコするぐらいや。おじさん。これ、これ。これね。あ、これね。これまず選んで。キノコ集めなんてね。いっか、いっか、そうですね。いいですね。いやらしいです。いやらしいですね。特産キノコ3本なんで、すぐです。こんだけ集めたらいい。すぐ集まる。わかりました。じゃあ私ね、行ってきます。もういい。行ってきますよ、すず。そのあれに。はい、左。行かない、左。行かないです。行かないですよ。で、ここから出発します。はい、もういいよ。飛び込むかな、これ。行くね。飛び込んでみるのかなと思いまして。思い切って。で、クエストの場合はここから始まりますので、はい、ベースキャンプから。本当になんか硫黄の匂いしてますよね、今。してるね。硫黄の匂いがすごい。ちょっと感じて。え、いいです。じゃあ、私はいいですよ。はい。クエストのことなら、ギルドの仲介役、私の出番ですよ。はい。何ですかね。ご覧の通り、キャンプが復活しました。はい。クエストでは、このキャンプが出発ゴール地点になります。うん、3つの設備を用意してあるんです。うん、赤箱、青箱、うんうん、いやらしいですね。ベッドが準備してベッドが準備してあります。ダブルクロスにはこんなキャンプなかった。もうベッドです。久しぶりに聞きましたね。ベッドっていうね、カタカナで。まずここ、青箱。はい、うん。ここで地図をね。そうですね。うん、言うんですか、これ。アイヤなんて年いくつなんだろうし。わしこの。なんか間延びした顔があれやな、目が離れてて。あ、この方ですか、うん、これもう30代中ちょっと過ぎたぐらいですかね。すこの間延びした顔あらほうですね。どんどん、ね、間延びしてきますからね、顔ってね、人間だから最初から長い顔の人ってすごく長くなりますよね、最終的に。名前はミーちゃんとジャックよくわかんねね、これ1個取って、はい、まあ、この辺はちょっと持ってきますか。これですか、その2つ、うん、この左 の、はい、でまず、まあ、それでいい、はい、で、スタミナを上げたいので、はいはい、すいません、はい、ごめんなさい、それは開かんでいい、うん、そうですね、 L ボタンを押しながらL ボタンを押しながら、はい、ここ長押しって長押しして、うん、で、左か、Y ボタン、うん、この肉、これこれ、はい、今の A ボタン、A ボタン、違う違う、それそれそれ、あ、これね、うん、で、A ボタンでいいですか、うん、これ離して、違う違う違うL ボタンを、肉を選んで Y ボタンで、 Y ボタンに肉を選んで、私、俺選びませんでした、今で、離して、はい、で、使う、A ボタン、あ、Y ボタンでY ボタンで、もうなんで Y とか X とかもうさっきから言ってた、これは覚えて言ったらそのボタンを見ないで押せるように覚えてください。もう一回使うか、うーん、 Y ボタン、 Y ボタンで、そうそういいですか、うん、なら行きますんでカメラちょっと下に向けて、もう一回、え、で、こっちこっち行く、わかりました。じゃあ私これね、きっとね、私はねカメラ左向けて思うんですけど、もうまっすぐ行って、上に行くね、上に。いや、ちょっと待って。え、ちょっと待って、何やってんの私今。奥行くね。いいですよね。うん、間違ってないですよね、うん。よかった、びっくりした。で、キノコは、はい、あ、そういえば大事なことを言い忘れてました。うん、画面左上に時計が見えますよね。うん、クエストには時間制限があるんです。うん、ね、白い、針は5分ごと、1メモリ進むので、うん、今回のクエスト制限時間は50分です。時間切れは、うん、時計が赤く点滅したら、しだしたら注意。そうなんですね。うん、まあ知らない。なんか50分もかかるんですか？かかんない。何ですか？こっちにあるんで、カメラをそっちに、そうそう向けて、こう真っ直ぐ行けば、この辺にあります。何のこの辺にあるんですか？キノコ。毒キノコですか？うん、何ですキノコのありかって何でそんな知ってるんですか。何回もやってれば大体覚える。じゃあ同じようなクエストいっぱいあるんです。それすごいことですよ、その反復学習。だから君も反復学習で覚える。いやそれな、多分超、あ、これこれ超、あ、あのクエスト、あの再確認したというかさ、わかりました、はい、
超あれなんだろう、本当にあの基本の学習体制ですよ。それこっちこの左学習っていうのは回しすぎ、あの全員がこっちこっち東大とかね入れる人って反復学習なんですよ。だからもしかしたらね、時代が、じゃあそれはほらやりたいことと興味ある違う。え、そうそう、だから興味あることが合致してたらね、こっちね、私いつも思うんですよ、こういろんなことにこうすごい反復的にやっても苦にならない人っていうのは、うん、あの興味の行き先さえ合致してれば、うん、あの本当にあのね最高峰のところをね、ここにあるこ狙う人たちなんじゃないかなって、うん、いつも思ってるんですよね私そういつも思ってます、本当に本当に本当に冗談じゃなくて、大きいなキノコぐらい。抜いてしまってどこキノコぐらい。今2個目です。何何個抜くねん。三個やって言うてやろ。ここにもあります。何を抜いてんの。虫がいるんで気をつけて。ちょっと抜いちゃってくださいよ。何をそんな。うつぶつ言わんで。キノコぐらいぐさっとこう抜いて。これってあの毒キノコだけなんですか。赤毒キノコ。赤ですよね、これ。今取ってるの出てるこれ。青いの今に。あれ青これ読んでくれよ。青キノコです。で今ちょっと出たのかな、青キノコか、何や青か、ちょっとセレクトボタンを押して。面白くないですね、青なんて。ポーチを見ると見ますよ、はい、で、右かな、うん、はい、特産キノコ3つ、これで特産キノコですか、うん、これをね、はい、これを3つ納品してくれって言われてるんで、もう溜まったんですよ。そうなんですか、うん、なので、捨てたらあかんで、はい、B ボタンでいいで、あるなって確認するんですかね。そうそう、確認した。で、戻り玉使いたいので L ボタンを押しながら、L ボタン、はい、うん、で、戻り玉っていうのは左にある緑のやつ、それ逆、それ Y ボタンで戻るで、これってですね、これですね、うん、で、離して、はい、Y ボタン押すと使える。雪見たりこんばんは。何気に私さん初めて見た気がするなんや、いや、おかしくない、キノコを抜くって表現なんか卑猥そうなのよ、そう、私もそう思って、だから赤とか青とかね、うん、やめてほしいなと思ってるわけです知らんけど、で、この赤箱のところで A ボタン押すと、そうですよ、納品できます。卑猥ね、あれして、何言ってですか赤い箱が納品ボックス、うんうん、入れます、うん、入れさせてください、うん、キノコをでボタン、これで終わりあ、いいんですかこれで、うん、いい、納品したんですか、私このおじさんに、うん、おじさんじゃない、赤箱に、うん、村に帰ってくる流れになります、うん、はい、帰るんですか私、うん、帰ります。私はこの成果をギルドに報告して新しいクエスト、うん、はい、分かったような、分からないの分かりました、分かった、全然分かってないです。の特産キノコを特産巨大なキノコですか、これ特産のこと、いや、巨大キノコじゃないですか、うん、親指ぐらいじゃないですか、エビ親指級のキノコですか、もうそれエリンギぐらい、しょうがないな。そんなで、これボックスに送るっていうの選んで、そうキノコで、そうキノコ、そうキノコ、じゃあこれで、うん、で、これ全部選んで、そうキノコですよ、そうキノコ、そうそっちんって言ってる、いや、そうキノコこっちね、じゃあ送るね、え、違うやん、ここやんな、いいですよね、これがまだ残ってるでしょ、これが残ってるやん、特産キノコは小指くらいのサイズがあー、そうちっさ
さすぎますよね、これ。あれ、終了するでいいですか。そうそうそう。え、そんな、あ、そきのこなんですか。すごい、それすごいですよね。ちょっとね、ちょっといらないですね。うん、そんな、そきのこ。うん